はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。まあ、続きというか、前回は全く進まなかったからな、話が。あとちょっとどこだ、行くのは。この大陸だな、この大陸のちょっと下の方、あそこまだ行ってないよな。そこを目指しましょう。じゃあこのまま南下しましょう。相変わらずこの山を飛び越えられないっていうのが不自由だよな。あ、ここ。お、なんかすげえ町だな。町と城か。ここはフィンの城下町よ。フィン城へは町を出て北に行けばいいわ。あ、フィンだ。フィンは占拠されてないっすね、今。特に。平和な町になってる。お前さん、何をしに来たのかは知らんが、命が惜しかったらあまり城に近づかん方がええぞ。なんかあまり平和じゃなかったな。ねえばあちゃん、ラーの鏡って何、教えてよ。お山はこの子はどこでラーの鏡のことを聞いたんだい。ラーの鏡は昔大地の女神様がお作りになったものでね、全ての真実を映し出してしまうという鏡じゃよ。だから嘘をついたりするとどこかでラーの鏡が見ているかもしれないよ。僕嘘なんかついてないもん。なるほど、ラーの鏡も今回重要イベントっぽいな。この井戸行けんのかな。行けたー。宝箱ゲット。お、小さなメダル。あれ、これで多分26枚揃ったんじゃないか。ちょっとメダル王の城に行きましょう。寄り道してばっかりだけど、ただアイテムを充実させるのは重要っすからね、 RPG においては。とりあえず褒美をくれ、ジョーちゃん。持ってきたよ、26枚。イエーイ、雷の杖。次は守りのルビー32枚か。また結構集めないとね。で、雷の杖はもちろんビビでしょ。稲妻。稲妻って何、サンダーとかまた違うのか。で、フィンには多分すぐ帰れるから、キメラの翼で。てか、ルーラとか覚えてなくね。普通に、誰も。もう少しフィンの街を漁りますか。ここ行けるよね、多分この家。おばあちゃんがいる。南に行くと修道院がありますよ。私も若い頃はあそこで修練を重ねたものです。なるほど。魔法の聖水、やった。もらってくぜ、ばあさん。きっと、修道院の魔法の聖水なんだろうな。それを奪っていく主人公。完全泥棒。武器防具屋は、この前のラインナップから、変わってないな。もうちょっとお金を貯めますか。薬草。今時薬草か。まあ、アモールの水は、補充したから、こいつ話して大丈夫だよね。いきなり、キャプテンと戦うことになったら最悪だからな。フィン城のヒルダ王女が鬼のように恐ろしい人になってしまったのです。よく人が変わったようになんて言いますが、あれはまるで別人ですよ。あー、なるほどね。ラミアクイーンだな、そうすると多分。で、これを、ラーの鏡で元に戻すと。ケリーって何装備できんだ?主人公と同じ剣か。まどろみの剣、ラリホー。バスターソード。この辺は変わらんから。こいつなんだ?あー、これか、手裏剣10個か。まあ、大丈夫かな。テリーも真空波使えるからな。で、アイテム屋は変わらず。この井戸もちょっと調べるか。なんと井戸の中から色招きが現れた。マジかよ。操れるかな。操った、やったぜー。まあ操ってるので攻撃してこう。ミス。戦う。56、微妙だ。普通に攻撃をした方が強いんじゃないか。あれ、先駆けって今テリーが持ってんだっけ。そういえば、まあいいか、別にテリーでも。ビビが上がった。これでファイガとか覚えてくれればまた話は変わるけど。さあ、井戸の中には何があるかな?何にもない。レミラーマとかでこういうところなんか起こってたりしないのかな?あと、フィンといえばあれっすよね。そう、この右にあるパブ。これは、
FF2 と同じであればこっちから回って、入れると。あれまた井戸がある。あれなんだ、なんか井戸続いていくな。ちょっとパブに入ってから行きしよう。で隠し部屋があるんですよね。だいぶ狭くなってんなパブ。そこのご老人は昔フィン城の兵士として働いていたことがあるんですよ。城のことについてならよくご存知のはずですよ。フィンの後ろにはいざという時のための抜け道があってな。それがこの町に通じておるのじゃよ。なるほど、それがあの井戸っぽいな。てかフィンの城入れないの今。そうするとまだ行ってないけど。十字架。この国が強い兵士たちを高いお金で集めていると聞きやってきたのだが、そのために国民は重い税金に生活もできぬほど苦しんでいるらしいよ。いやそんな感じではないよめっちゃ普通なんだけど。みんなとりあえずフィンの城に入ってみましょう。入れんな。おお、旅の方、あまりこの城に長居することはおすすめできませんよ。お、なんかいる。見かけない顔ね。気をつけることね。牢屋送り。なるほど。完全にラミアクイーンが化けてるな。ここら辺の部屋に入ってみますか。お、なんか屈強そうな腐った死体がいる世の中に戦争ほど楽しいことはないぜ。人と人が血を流し合う、たまんねえよな、ふひひ。よお兄ちゃん、おめえも兵士になりたくてやってきたのかい。この国はいいぞ。戦ってさえいれば金がいっぱいもらえるし、うまいものも食い放題だぜ。ハッサンみたいな感じだなこいつ。形が。この国の王子様はなかなか大した人物だな。この国が世界を征服する日もそう遠いことではあるまい。わはは、兵士にとってはかなりいい環境だな。気持ちが悪い。まあ、多分こいつが一番気持ち悪いよね。腐った死体だし。死体だよ死体おかしいと思わないの。ここら辺は何もないかな。特に調べても何もないですね。じゃあ2階に行きますか。今日もまた税金を払えなかった者を一人死刑にしてしまった。王女様の命令とはいえ、一体いつまでこんなことが続くのだろうか。王女様の命令により、この先への立ち入りは禁止されています。お帰りください。そうか、しょうがない。壺でも漁って帰るか。じゃあ、何にも入ってないな。あ、入ってた、アモールの水。あれ、こんなところに子供がいるじゃん。うろついてちゃいけん。誰にも言わない。いや、俺はすぐ喋る絶対だよ。ネズミを食べているところ。あ、なるほどね。あ、やった、小さなメダルが。これは完全にもう確定ですね。ラミアクイーンイベント。ってことはこっからは入れないから、さっきのフィン城の地下の井戸か、あそこから行くか。こっちから。メンツはこれでいいかな。どうしようかな。クリフトを入れるかちょっと悩むな。ま、雑魚戦はこれで進むか。こいつらは何に言うんだ。とりあえず剣技で真空波くらえで投げる。加点でいいかな、とりあえず。おお、強い。でも真空波1回7使うから2回使うと14か。それはちょっともったいない気がすんな。だったらちょっとやっぱりビビに先駆けをかけて魔法をかけてもらおう。ちょっと外してもらうよ君には。魔除け。お、じゃあ一応手に装備させとくか。どっちだ、左行こう。あ、あまり変わんなかった。結構広そうな地下道だな。サンダラ。よーし。カトン。これは攻撃でいいでしょ。ヘルダイバー。
いいね、サクサクいけるとやっぱり楽だな。これこっちいけないか。あ、いけねえ、戻される。ちょっと上を行ってみますか。なんもない、宝箱とかも。ゴースト、これはファイラーでいいかな。メトロゴースト、カトン、よーし、この2発で葬りされる。あれ、多分下行くと戻されるな。こいつら結局何に弱いんだ、スライム詰めるって。サンダーに弱いって感じでもなかったからな。ライジン、おお、杖303とか。これは絶対戻されるから行かない。上は行き止まりか。で、ああ、こういうことね。特に宝箱はなさそうですね。ヘルダイバーが2匹。ヘルダイバー魔法防御高えな。雷神は関係ないのか。マジックパワーちょっと節約していきましょう。うわー、倒せなかったー。使ってみよう。イカズチの杖。くーらえ。あれ強くね今さ、エフェクト的に敵全体っぽかったよね。これなんて読むの、バッサンバンセみたいな果たして読み方が合ってるんだか。てかユフィのリミット全然使ってないな。どういう効果があるんだ。これは絶対イカズチの杖強いよ。くらえ、ただで使えるし。リミット、え、これちょっとあれがないじゃん説明が。これでは真空波を使うか。これで一掃しよう。もう少し洞窟が、あ、これは女王様じゃないか。あ、どなたか存じませんが、よく来てくださいました。私はこの国の王女ヒルダです。魔物が私をここに閉じ込めた挙句、奪った変幻の杖を使って私と入れ替わってしまったのです。このままではこの国は悪しき者に操られ滅びてしまうことでしょう。お願いです。平和を取り戻してください。無理を言って申し訳ありません。本当に感謝いたします。城内にいるミユにこのことを知らせてください。ミユは徳の高い白魔道士です。きっと助けになってくれます。左に進めば城内に入ることができます。それでは頼みましたよ。OK。鍵がかかっている。あれ、なんか捕まってるよ、一人。あんまりじゃありませんか。食事を出すのが遅れただけで牢屋に入れられるなんて。まああんまりだけどね。でもさ、食事を出す人をさ、牢屋に入れちゃったらさ、自分の食事を誰が持ってくるのそれじゃ意味ないと思うんだよね。まあ魔物が考えてることだからさ、特に何もないと思うんだけど、理由は。あれ、どうやっていくのこれ。え、なになに、マジで。あ、いけた。後ろに出た。絶対さ、怪しいやつってならないの。ヒルド王子は亡くなられた先王の後を継いでから今まで分かりながらも立派に務めを果たしてこられた。うん、なるほどね。ミユ、白魔道士のミユなら私のことだが、なんとヒルダ王女が力に囚われているだと。確かに最近の王女の様子はおかしい。姿形こそ以前と同じだが、中身はまるで別人のようになってしまわれた。だが君たちは一体何者だ。まあ、確かにそこだよなどう考えても不審者だろ。その美しい宝石は、まさか君たちは泥棒だ分かった、君たちを信じよう何が分かったんだよお前まずは何としても偽物の正体を暴かなければなるまい。そういえば、真実を映し出す鏡について書かれた本をこの城の書庫で読んだことがある。君たちは何としてでもその鏡を探し出してくれ。本物の王女を助け出しておこうと。 OK、 ラーの鏡だな。でラーの鏡についての記述をこの城の倉庫で見つけないといけない。あれ、開いてる。ミウ様より話を伺っています。お通りください王女の命令よりミウの命令かよ。まあミウが多分直属の上司だからね。ここら辺かな。あれ、
こいつは怪しいやつだな。ここは王子様のお部屋だ。王子様に呼ばれたのか。はい。嘘をつくな。お前のようなものが来るとは聞かされておらぬぞ。すいません。でもそんなことより、本だよ本。ああ、あっちの左にもなんかあるな。この先は倉庫になっております。書庫じゃなくて倉庫か。ミウ、いつの間に話を通したんだ。すげえな。テレパシーで飛ばしたのかな。力の種だ。やった。500ゴールド。やった。金は重要。ここら辺かな。そうすると、なんと古びた日記を見つけた。ミカミックスは日記を読んだ。南の地に赴く。南の地には古き塔あり。なるほどね。修道僧が鍵を持っていると。修道院か。フローラとかかな。そうするとこれちょっと外に出るか。すぐ南の塔に多分ね、フローラだったっけな。違うな。ドラクエ5だとあいつだ、名前忘れちゃったけど、王子の奥さん、なんだっけあの名前。主人公5の主人公の親友の奥さん。一応セーブしとこう。ほいっと。ここは名もない海辺の修道院。訪れる者は皆悲しみを背負った人ばかりです。マジか。あれ、すげえ、真っ暗だ。ね、知ってる？知ってるよ。やっぱりね。オベリアお姉ちゃん、どこかの国のお姫様だった。オベリアが出てくんのか。タクティクスじゃないか。あ、左はこれはアグリアスじゃないか。我ら罪深き子らが神々のお力により救われんこと。返事がない。どうやら祈りに集中しているようだ。屍じゃないんだね。オベリア様は今お祈りの最中だ。邪魔をせぬように。はーい。どうすればいいんだよ、じゃあ。あら、何かお困りですか。うん、そう、南の塔に入りたいんだよ。神に仕える乙女、私に行かせてください。オベリア様、それは危険すぎますけれど、アグリアス、ヒルダ王女は私にとても親切にしてくれたわ。次は私がヒルダ王女の力になるべきだと思うわ。それに試したいの。この私にもその塔の扉が開かれるかどうかが。わかりました、オベリア様がそう言われるのならば。私、足手まといにならないよう気をつけます。さあ行きましょうか。オベリアとアグリアスが仲間になった。すげえな、こいつら仲間になるんだ。あ、オベリアはついてくるだけかな。そうするとオベリアはどうか死なないでほしいな、この作品では。お、宿屋と同じ効果か。ここはタダで泊まれますね。よしよしよし。ベッド一つしかないけど、みんなどうやって寝たんだろう。なるほどね。勇気を出して一歩踏み出した者、その祝福を受けられる。あれ、これどういう仕掛けだったっけ。なんか忘れちゃったな。あとなんか右とかアイテム、アイテムなさそう。壺とかタンスとか、あさってから行きましょう。私は亭主から逃げてきたんだよ。とんでもない乱暴者でね。ドメスティックバイオレンスか。それはちょっと困るよな。 DV ダメ絶対。右と左には何にもない。こういうとこにさ、小さなメダルとか落っこってないのかな。レミラーマがあるのかないのかちょっと分かんないからな。レミラーマがあればちょっとレミラーマ持ちを仲間に入れてっていうのもありだけど、これさ、飛竜で降りられんの。あ、すげえ余裕で降りられそう。開け。オベリア様、祈れ。ガシャーン、開いたー。もう帰っていいよ。これもういいんじゃね、帰って。扉さえ開けばさ、オベリアいらないでしょ。てかアグリアス仲間になったけど見てねえや。これ真ん中なんかある。あれ、階段が左にあったけどな。あ、リザードマン結構強かったよ。だってリザードマン、
しかし4人でかかれば、あ、そうだ、サンダラより小口の杖の方が良さそうなんだよね。死ぬな。オッケー。全体攻撃あるやつが使いやすいな、普通の戦闘では。主人公そう考えるとな、微妙だな。やった、2000円も手に入った。誰があそこ2000円置いてったんだ。ま、俺がありがたく頂戴するけどね。くらえ、いかずしませ。で、雷神。雷神の方が強えな。真空波7かな、やっぱり。結構減るよな、マジックパワー。お、アモールの水だ。アモールの水は、そうだよな、今、クリフトがいないからな。アイテムで回復しないといけないから。あれ、これ左の方とかどうなんだろうな。階段あったけど。お、メタルスライムがいる。毒針とか装備させとけばよかった。お、攻撃してきた。やった。ちょっと待って、まずこの前のメタルライダーを倒そう。よし、なんかある？ない、メタル斬りがない。メタル斬り覚えるのかな。魔人斬りとか1。これ聖水効くのかな。魔法の聖水しかない。聖水でね、ダメージが当たる作品があるんですよ、ドラゴンクエストで。あと1かな。くらえ、0。あ、危ねえ、逃げんなよ。あ、ブーメなんてね、当たりづらいんだけど。あ、4ある、ヒットポイント。ミスミスミス、無理だよこれ、当たんないよ。くらえ、当たった。え、ヒットポイントいくつあんの。メタルスライム3だの、普通。結構逃げないな。ヒットポイントある代わりに逃げない。向かい当たってくれ。倒したい。くらえ、マジかよ。くらえ、よし、倒した。やった、622。結構持ってんな。今平均200とかじゃなかったっけ、普通の敵倒すと。3倍か。あれ、どっから来たっけ。ちょっとメタルスライムに熱中しすぎて分かんなくなっちゃった。あれ、なんかすぐ上に、あー、宝箱あっちだな。まずは雷の杖で、水遁使おう。これが一番多い。そうするとテリーのマジックパワーが尽きるとちょっとめんどくさそうだな。あ、135だ。200も持ってなかった。そうすると結構いいな。メタルスライムはやっぱ美味しいっすね。オベリア何にもしてくれないんだな。お、フレームシールやった。エクスポーション、エクスポーションってかけられなかったっけ、闘技場で。こいつ鉄の盾だったんだ。テリーすげえな。そうするといいもん装備してんな。あれ、左って、あ、確か何もなかったよ。くらえ、いいねー、水遁。まあ、50円でこんだけダメージが当たれば。しかも今回、節約できた。真空波を。メタルスライムをなんとかして、速攻で枯れる体制を作りたいな。そうすると、後々、はぐれメタルとかメタルキングも出てきそうだから、やっぱ魔人斬りだな。まあ、普通のメタルライダーは、特になんてことはないから。水筒も効くし。あと攻撃出そう。あれ、ここ壺しかない。あ、でも小さなメダル。マジックポット、あれ、マジックポットってさ、エリクサーあげるやつじゃないの。どうすんの、エリクサーなんて持ってないよ。とりあえず普通に戦ってみよう。まずは、あ、普通にダメージ通るわ。手裏剣も当たるかな。くらえ、盗む。あ、マジ金、結構パクられたな。あ、倒した。250。あ、すっげえ金持ってた。今2000円くらい持ってたよ。お、テリーも上がった。テリー22レベル。あ、メタルギリ覚えた。やった、魔法の聖水。もう一回出てこないかな、マジックポット。エリクサーを消費しないでマジックポットを倒せるっていうのはでかいな。てか、こっちじゃないじゃん。落ちよ。じゃあ
スイートン。ここが終わったらちょっと補充しないといけないかな。そうすると真空波くらえ。金は全然持ってないんだな。あれ今左行けなかった、しくじった。まあいいや、ちょっとこっちも行きたかったから。いい感じしません。この2つで倒せないってなるとテリーのマジックパワーが減るってことだな。あれこいつらは金持ってんの。250円。あれなんかいる。召喚獣じゃん。俺より鶴剣は仲間になってやるよ。さあ力を倒そう。いや死んだらやだな。カーバンクルじゃん。魔法効かねえよ。装備は大丈夫かな。なんか4つの弾があったな。なんだろう。うわっ、これが噂のデルタアタックか。でもさ、これは効くよね。真空波も多分ね入ると思うんだ。魔法剣ミラクルソードで回復しよう。ミラーボール。とりあえず1体は多分さ、うわー、そろそろ回復に入んないとまずいけど、とりあえずこの4つの弾ころは邪魔なんで始末する。ここで主人公を回復させれば大丈夫でしょう。まずはビビちゃん。これ魔法通る？ファイラちょっと行ってみるか。うわー返された。ストップ、マジか。ストップって麻痺なんだ。アモールの水を大量に買い込んだから。バイオ、うおー痛い。ドクター、こういう時にやっぱなクリフトが欲しいよな。90当たる。ちょっとこいつはアモールの水で回復に入ろう。うわー迷くなった。デフォイミの回復量が若干少ない。まあイカズチの手結構当たるかな。90くらいさっき当たったから。92で、手裏剣。主人公はもう回復役だな。そうすると、うわストップ、マジか。これきついぞ。ストップって何の満月層か。回復役の主人公が動けないのが痛いから、おーアブレイクマジか。あぶねえ。魔法剣ミラクルソードでいいや。おーらこいつももう攻撃に入れるな。うわーあぶねえ。ブレイクでミスってる分には全然いいな。おテリーがようやく治ったよ。こいつなんだろうな。なんか普通に激しか。そうかな、テリーはちょっと相性があるな。特に何にもないやつの人攻撃しかすることがない。うわストップかけられた。マジかよ。こいつは攻撃しよう。100当たるからな。100当たんないけど100近く当たるから、よし。カーバンクって誰が使うの？リュウナ。お、リフレクトリング。リフレクトリングってさ、でもリフレクかかっちゃうよね。多分ケアルとかね、跳ね返されちゃうと思うんだよ。そうだな。じゃあちょっと一回、出て、思い出の鈴で。ちょっと消耗してるんで、寝てから、もう一回この塔の探索をするか。まあ、時間もちょうどいい感じだし、それで行きましょう。ここで寝よう。あれ毒になってる。これさ、宿屋で寝るとさ、毒治ったっけ。空き槍持ってんな。はい、ほいっと。どこで寝るんだっけ。あ、こっちだ、こっち。さ、一泊させてくれ。ただで。ま、狭いところだから文句は言わないよ。ただだし。今日もいい天気か。今日は台風なんだけどな、実は。
じゃあここのセーブポイントで、というところで、じゃあ次回はちょっとまた南の塔ラーの鏡を探してですね、やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。